おはようございます。DG ラボの中村といいます。えっと、これは日本語のセッションになります。えっと、一応簡単に自己紹介をしておきたいと思います。えっとですね、私、TIS という比較的大きな SIR から DG ラボの方に来て2年近くになりますと。えっと、ビットコインコアの行動に少しコントリビュートなんかもしておりますと。 あとですねちょっと走ってますということでウルトラマラソン出たりなんかもしておりますそういう感じですと今日はですねミッドコインに関連するデータ構造を一通り基本的なものをお話ししていきたいと思ってますでデータ構造が分かることでスケーラビリティの問題とかなんでこんなこと起きるんだみたいなことがだんだん分かってくるだろうと 議論に入っていける、えー、とかかりになるかなと思っています。はいえー、でもまあ、えー、っと今日いろんなことをお話ししますけれども、えー、っと一とり勉強されてる方にはまあちょっとした復習になればいいかなと思っています。はいえー、っと、まあ、タイトルそのままなんですけど結構盛りだくさんで、えー、ブロックとブロックヘッダーの中身、えー、それからプルフ・ワークとかその中に出てくる、えーっと 難易度とか、えー、マークル2 g の話ですとか、えー、UTXO とからアドレスそれから、えー、と去年の8月にアクティベートされたセビットのこと主にコンセンサスレイヤーの話を、ね、していきますで、えー、と1時間ちょっとかかると思いますので、えーとまあ、進行を見ながら、えー、もしかしたら、まあえー、UTXO とアドレスの間ぐらいで5分ぐらい休憩を入れるかもしれませんはい、えー では早速ですねブロックとブロックヘッダーの構造についてということで始めたいと思いますはいえー、とブロックですねブロックって何なんでしたっけということで、えーまあ、ビットコインの中で、えー、日々発生するトランザクションをまとめているコンテナってことですね そのコンテナがですねブロック同士がつながっていっていわゆるブロックチェーンになっているということですねそのチェーンのつなぎ方はそのブロックのヘッダーの部分のハッシュを取ってどんどんつなげていってるってことです直前のブロックのハッシュそれがそれとそれぞれのトランザクションのマークルートですねを組んでいきますとでマークルートは後でお話ししますから えとどんどんブロックはチェーンされて成長していくわけですねで伸びていくのでだんだん、えー、伸びれば伸びるほど古いブロックを変更することができにくくなりますよということですねはい、えー、これはサトシ論文の中に出てくるブロックの構造イメージ図ですねえー、っとブロック最初のブロックで言えばブロック1のトランザクションをまとめたマークルートがヘッダーに入ってきますと でえー、ヘッダーの中には、えー、直前のブロックのブロックヘッダーが入っています。こういうようなつながりになっています、えー。トランザクションの各情報もヘッダーの中に吸い込まれていくし前のブロックの情報も吸い込まれていますという形です。はい、具体的に見ますと、えー、ブロックっていうのは一番上に、えー、最初にマジックナンバーが4バイトあります。それから、えー、続けてそのブロックのサイズがありますと。 でえー、とブロックヘッダーは、えー、これは6つの、えー、要素からなってますけど80バイトあって、えー、その後に、えー、トランザクションの情報が並びますいくつあるのっていうのとトランザクション実態が並びますと。で、えーとまあ、マジックナンバー何だこれみたいなのが並んでますけど、えー、となんか余談になりますけど、えー、なんかピタゴラス素数という形なんだそうですと。 えー、要するに三平方の定理を満たす数字になってますよということで試してみてください。はいえーまあ、それはさておきということで、えー、実際、えー、とじゃあ、えー、と今の、えー、構造でどんなふうになってるのということで、えー、ブロックエクスプローラーみたいなところ、えーまあ、他にもいろんなサービスあると思いますけどブロックのハッシュを指定することで、えー、今。 えー、実際どんなデータなんだと、これは、えー、とローブロックっていう API 使っていますけど、ほ、ま、か、あ、にもいろいろコマンドがあります。そういうので、ね、ちょっと見てみましょうと、これ、最近のあるブロックです。えー、と実際、えーと、打ってみていただくと,、えーとまあ、ドキュメントシェアされてれば、そこの UR 打てばそのままつながるかなと思います。そこそこ大きいですけれど、えー、ローブロックということで、えー、つら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 と数字が出てくるかなと思います。 でえー、とオレンジのところ、えー、ブロックヘッダーですね、えー、とちょっとこれだとマジックナンバーとか表示されないんですけどオレンジのところブロックヘッダーで、えー、と黄色いところ、えー、トランザクションの数ですね、えーと 3, えー、3バイトになってますけど、えー、他でもこ、えー、といろんなところで出てくるんですけどあの後ろに続くのが UINT16 ですよということを FD というのは指していますと。で 値自体はリトルエンジアンで出てきますということでここ並びでいうと595個受信でいうと595個ありますよということで595個分のトランザクションがその後ずらっと並んでいるということになります。はい、で、えー、とじゃあブロックヘッダー、えー、といろんな情報が入っていて重要なんでこれももうちょっと掘り下げてみたいと思います。 えとブロックヘッダーはまずブロックヘッダーのバージョンがあってえその後にえ直前の前のブロックのブロックヘッダーのハッシュがあってえーマークルルートがえーその自分のブロックのえーマークルルートがあってえそれから時刻があってえ時刻はですねえイニックスタイムですねエポックタイムからの秒数ですね。それから えとビッツって書いてますけど、えー、これ後で説明しますけれども、えー、とプルーフォーブワークで使うディフィカリティ、どんぐらいになっているというのを示していますと。あと、ナンスですね。えーとまあ、最初はゼロなんですけど、ここがくるくる変わっていきます。はい、で、えーと、さっきの、えー、ブロック、同じものですけど、をまた色分けしてみると、最初の00020がバージョン、えー、それから黄色いところ、 がマークルートみたいになっておりますとで、えーまあ、バージョンはここの使い方もいろんな、えー、規約があるんですけれども今の規約でいうところでいうとビップの9番っていうので表されているバージョンビットになっています。えー、とこれあのなんかソフトボックスしようとか準備してるとちょっとビットがいろんなところ立ったりするんですが今はちょっと落ち着いてる状態なんで何もないよっていう形で00020になります。はい でえーとまあ、ブロックハッシュ、マイブロックのハッシュ、緑色のところがマークルルット、それから時刻ですね、時刻も元に戻すと、これ9月25日の先週ですか、の14時の分のブロックでしたということと、ディフィカリティです、ね、ビッツで表せるリフィカリティ、えーと、非常に大きな数ですけど、こんな感じになります。 はい、でその時にこのブロックを作った時のナンスは 7928845A というのでうまくいきましたということになりました。はい、で、えー、と今、えー、とナンスだの、えー、ビッツだのというお話をしましたけれども、えー、とこの、えーとブロッえー、前ブロックのハッシュと,、えー、とビッツのところについてちょっと詳しく見ていきたいと思います。 えとブロックハッシュっていうのは、えー、ブロックヘッダーのハッシュですよっていうお話をしたんですけど、えー、とまあハッシュ関数いろいろあると思いますがここでは、えーまあ、ビットコインの中ではよく使う、えー、シャーニングオロですね、えー、256ビットのハッシュが出てくるんですけどそれを、えー、と2回かけますといろんなところで2回かけるんですけど、えー、と2回かけますで、えーとまあ、バージョンはさっき言った通りで大体、まあ、決まってますと。 でえー、と前ブロックのブロック足もまも決まってますとでどんどん戻っていくんですけど、えー、一番大元はまあそれよりも前がないので、えー、一番最初のブロックですねジェネシスブロックと言いますけどそこのブロックの前ブロックのはゼロにして計算していきます。はい、で、えー、とマークルートについてはまたこの後お話ししますけども、えー、と自分のブロックの中のトランザクションを出力した値。 それから、えー、とタイムですね。タイムと、えー、ビッツがあって、で、えー、ナンス。ナンスが良、えー、き値を探すんだと書いてます。えー、とこの上の発芯をするんですね。発芯をすると答えが出てきます。まず0で始めて、えー、何度も何度も発芯を作っていきます。で、えー、とブロック発芯としていいのが見つかったらそれで OK だということですね。はい。 何をやってるかっていうことですえと今のように何層どん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 変えていってえいいブロックハッシュを見つけたいでいいブロックハッシュが見つかったらえそれをえビットコインのネットワークに流すわけですね流すとえまあ勝てばそこでいわゆるマイニングの報酬がもらえますそれからえトランザクションフィーもまとめてもらえますと。 でえー、とよしこれだっていうブロックハッシュどうやって見つけるのかっていうのが、えー、とさっきの、えー、ビッツで表される、えー、ターゲットと比べて、えー、自分の計算した、えー、ブロックハッシュがどうだったかっていうことになります、えーと。見つけなきゃいけない目標よりも、えー、小さい値の、えー、ハッシュが見つかったらってことですね。えー 発周関数ですから、まあ、えー、難速変えていけば、どん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 いろんな値が出てきます。で、中には頭がゼロで始まることが出てきます。で、どん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 計算していくんですね。で、えー、っと、まあ、ターゲットが、えー、っと、これで言うと、まあ、0000ってあって、えー、FFFF0000 ってなってますね。これが、あの、システム上一番優しいとなっているときのターゲットですね。 でえー、それはだんだん難しくなっていって今の、えー、ビッツっていうところで表せるその後説明しますけれどもで上は、えー、と今見つけた、えー、今見てるブロックかなブロックのブロック橋ですね、えー、F 下のターゲットの一番右側にある、えー、F 先に出てきますよねその時点でまだブロック橋はゼロですこれはもう、えー、とずっと、えー、ターゲットよりも小さい値のブロック橋が見つかってるってことこれいいねってことですね こういうのをまあ見つけていきますと。はいでえーとまあ、さっきのは 000FFF みたいな感じだったけど、えー、今どういうターゲットなんだっていうのは、えー、とビッツで表されます。ビッツはですね、えー、4バイトなんですけど指数形式ですね指数形式でえ表されます。 で4バイトのうちの、えー、リトルエンディアンって書いてますけど一番下の桁に入ってる今で言えば17のところが、えー、指数部になりますとで、えー、前の3バイト部分が仮数部になりますねで指数部は、まあ、3引いて8倍してというようなかけ方をするんですけど、えー、具体的に、えー、と今見てたブロックのビッツで計算してみると、えー、前に書いてある通りずらっと0が並んで2 7 A1F いううふになりますで、えー、これまあ数えると74ビット分ですね、えー、が0並んでいるということになります。なので、えー、とこういうこういう発子が出るようにナンスの値をどんどん変えて何度も何度もまあ計算していくってことですね。でえー、ハッシュ関数ですから えーまあ、暗号学的発換算てものすごくこうランダムなので、えーまあ、当たりが出るかどうか、えー、どんだけ頑張るかによる、まあ、もしかしたらすぐに出ることもあ,るありますけれども、まあ、何しろ先頭からゼロが連続するってことなので、えー、最初のまあ1ビット目がゼロになるにのってまあ2回に1回は出るでしょうで、えー、最初の2ビットだったら倍になって4回に1回は出るでしょうと。16回やれば 最初の4ビットはゼロになるでしょうと。そういうことをずっと繰り返したわけですね。で、ちょうどイノが出たら、それが当たりだと。はい。えーっと、OK。ちょっちょっと、ちょっとどう、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちのっと、ちょっと、ちょっと、ちムっと、ちょと、 タイムサンプは、えー、結構よくって、えー、基本的な時間でやります。で、えっと、D? So he's saying that it's、uh, it a bit loose in a sense that you're basing it based on your own perception of the, of the time. And I think there were some answers too on the.Okay, the yeah.

なんす、さっき見ましたけど、4バイト分あります。で、でもですね、えー、昨今計算機パワーすごいので、えー、探してるうちにイノ、えー、が出てくる前になくなります。どん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 ,どんえっ、ー、とターゲットがえっ、ー、と厳しくなっていきます。えー、で、まあ、これも調整されるんですけど、まあ今ものすごく厳しい条件の中で探すので、えー、4バイトじゃ足りなくなってきますと。 でえーとまあ、今ご質問あったとおり時刻のところですね実は時刻ちょっと緩くてですね、えー、前後2時間だったかな、あのー、ちょっとずれてても構わないということになってるんですねそうするとその秒のずれ秒1秒ずらせば発集また全然変わりますから、えー、それが、えーとまあ、何数また新しく入れて発集計算するためのバッファーになってました、えー、でも今やそれも全然足りなくて。 えっともっとどっかに情報ないうまく変えられるとこない方っていう工夫されていますそれを今エクストラナースって書いてますけどえー、っとコインベースのトランザクションですねコインベースのトランザクションというのはえー、っとブロックの先頭にあるトランザクションですえー、っと、まあ、ブロックを作る人は先頭のトランザクションを自分で書くんですけどそこにえっ、ー、と なんだっけ何がっというとこうブロックの報酬をもらうってことはなんかそこからいきなり新たに、えー、ビットコインができちゃうみたいなイメージなんですね要するにインプットがないんですねでインプットのところ、えー、と通常無視されるので、えー、でも1個は必要なんで、えー、自由に使えるようになってたでそこを使って今エクストランスのフィールドとして利用していますと。 でまあ、そこはインプットの領域なんで少し幅があるのでまあまあしばらくは大丈夫だろうというような形、はいえー、とじゃあ、えー、と具体的にどんなふうに計算してるのというのを、えー、ちょっと見ますえっ、ー、とですねディフィカルティのビッツのところですね、えー、さっき見た通りえっ、ー、と なん一番簡単なやつ、ゼロ度が頭にあって、割と左の方に FFFF FF って出てくるやつがあるんですけど、それが Difficulty1 ィィっていうやつですね、えー、基本です。最初の32ビットがゼロです。はい。で、えー、我々がさっき見たブロックですね、えー、ビッツのところが 1F5A2717 になってました。で、NUNS が00979ってなってました。で、Difficulty、えー、これさっき計算、えーと、展開はしてみましたと。で、先頭の えー、74ビット、えー、ゼロがありましたと。で、えー、とデヒカルトの定義は割り算ですからやってみると715ホニゃホニゃという感じになります。この数字は、えー、と2の42乗と43乗の間にあります。で、えー、それはどういう意味かというとその,そのビット数分のゼロが必要だということですよね。で元々32ビットあるから、えー、足して え少なくとも74ビット必要なんだなということですね。で、えー、と、これが計算した、上がターゲットが今のディフィカルティで計算したターゲットですね。で、えー、見やすいようにビッグエンジンになっていますけど、でえー、と今、あのナンスを入れて計算したブロックハッシュが1ケフォニャララとなりますと。で、これ75ビット分ゼロがあるはずです。 えとまあ、最初のところ2と1になってますけど0、えーまあの数があってよく説明,説明見ると思うんですけどそのビットの位置として0があっていうことですね、えー、具体的にはこれは、えー、と大小の比較だけでやっていますずっと並んでても 275A ってきててもその次0とかなら OK ですはいでえっ、ー、とちょっと日本語変かもしれないですけどディフィカルティーって、えー、と結構変わります なん、まあ、でかっていうと,、えー、とこのプローフ・オブ・ワークビットコインのネットワークについては、えー、探して10分ぐらいごとに見つかるってことを目標にしています、えー、毎度10分ごとぐらいに見つかるようにしたいんだけど、えー、とビットコインのノードって、えー、出たり入ったり自由です,す、えー、とものすごいパワーのある企業が突然参入してくることもあるしやめちゃうこともあります えと例えばどっかの国で使っちゃダメだよみたいな規制が出たりして一気に手を引かれたりしてパワーが下がることもあります。でえっ、ー、となので、えー、だんだんブレてくるんで、えー、普通はだんだん全体としてネットワーク全体としてのパワーが上がってくるからだんだん、えー、と見つかる感覚って短くなってくるんですね。 2016ブロックごとに計算し直し直ます、えー、これはもう、えー、とハードコーディングされてると思ってくださいというかあのそういうルールですね2016ブロック頭からの2016ごとに再計算しましょうということになっていますはいでえー、とまあほ,ほ,ほとんど単純にこの10分間あ、えー、と違った えー、2016ブロックにかかった時間と,、えー、とかかるべきだった 10, 10分と比べて、えー、そこに近づけるように、えー、変更していきます。えー、な,なんだけど、えー、となんでしょう今そういうことはあ,あ,あ,ありませんけれども、まあ、ものすごくブレる時があるだろうと。 例えば一気に10倍になるということはなくて最大でも4倍で次の2016ブロックが来た時にもう一回計算し直してみるというようなことをやります、はいえっと、実際どんなふうになっているのかなというのが、えー、統計が取れるんですけ出ているんですけれども、えー、ここ2年間かなここ2年間の推移のグラフです、えー、ところどころまあ落ちているなというのがまあわかるかなと思います はい、でもまあ全体としてはどん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 難しくなっている傾向ですね。はいえーとまあ、これそれぞれの濃度で自分で計算することになってますのであの、まあ、もし、えー、とある濃度が「いや俺難しいの嫌だから」って勝手に小さな値を入れたとしても、えーと「いやいや今もうちょっと難しくなってるはずだよ」ってそれぞれの濃度が自分でわかるのでそういうのは、まあえー、リジェクトされるということですね。 はい、で、えーと、まだまだブロックヘッダーの中見てないのがあるんで、えー、次、マークルルートですね。マークルートの話をしたいと思います。えー、トランザクションを集約してんだよっていうお話をしました、えー。で、そもそもマークルルートって何なんだっていう話ですね。マークルツリーですね。えー、いわゆるハッシュツリーですよね。えー、ラルフ・マークルさんの名前から。えーえー 由来してそういうマーカルーツリーって呼ばれてますと。で、えー、と、まあマーカルーツリーって要するに二分機なんですけど、えー、っと、まあルーフ一番下の濃度、それからつ次に子供の、えー、親の濃度というふうに積んでいかれますと。で、えー、っと、まあ 各濃度がですね、えーまあ、二分期あると思うんですけどそこの々のにちゃんと値があるようなタイプですね。はいでえー、とこれは結構、えー、と面白い性質があって、えー、とそこにそのデータが中にあるよとかないよとかっていうのをうまく判定できるということになっています。でえー、と二分期なのでどん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 葉から根っこの方へ積んでいくと最後に一個になります。一個になったのを、えー ルートと呼んでいてでマークルルートとして、えー、ビットコインではブロックのヘッダーの中にその、えー、ルートの値だけを格納します。はい。で、えっ、ー、と、リーフノードに、えー、一番最初に値が入るんですけどそれはあのトランザクションの ID を使います。はい。えー、実際、えっ、ー、と、まあこんな雰囲気ですよということですね。えー 一番下にあるデータブロックスって書いてあるのが、まあえー、ビットコインで言えば一つ一つのトランザクションということになります。で、えー、まず一番最初のところ一つ一つのトランザクションのハッシュ、えー、これが、えー、トランザクション ID になりますけども、えー、ハッシュがあってそれぞれのハッシュが対応していて。えー、一段上は、えー このハッシゼ0とかハッシュ1とかっていうのはあのハッシュゼ0であればハッシロ0 0とハッシゼ0 1をつないで、えー、つなぐっていうのは本当に文字列的にこうガチンとつなぐようなイメージですそれをもう一回ハッシュ取るというようなことですねでそれをどんどん積んでいって1個になるまでいきますということですでえっ、ー、とまあトランザクションあのいつもこんなふうに2の n 乗みたいになるわけはなくて、えー、奇数だったりまあ途中までしかないとか あると思いますこれ基本的には前から2つずつペアでいきます。奇数もし奇数だったら、えー、同じ値もこう持ってきます。ここ,こですねこう。要するに L、もし L5 が、えー、L5 だと変だな、L、3つしかなかったら L4 の代わりには、えー、ここですね、ハッシュ L4 の代わりに L3、ハッシュ L3 そのまま使います。で、また集約していくということになります。はい、で、えーと、マークルパスっていうのが、 えー、あります、まあえー、とパスっていうのは、えー、例えばこれ、えー、いわゆるコンピュータの、えーのフォルダ構成なんかで見るとパスってこう L3 上まで登ってくる道筋みたいになりますと。で、えーとまあ、ディレクトリーとかだったらそのまま上につながってるところ行るんですけど、えー、マークルパスっていうのは えー、自分がいない方自分がいない方というのを集めたものになります。はいえー、とこれは何を言ってるかというと,、えーとですね、こ,れ L この例で言うと L3 が、えー、この全体のハッシュに含まれてますかというのを判定するのに、えー、L3 と L4 自体がなくてもここのハッシュがあれば 上の段のハッシュ1計算できますとで、えー、と向こう側の右側の L1L2 あるいはハッ8000とかハッシュ0の1ってなってるハッシュ0 1ハッシュ0 2知らなくてもハッシュ0のところがあれば今ハッシュ1が計算できたから一番上のルートまで計算できますよねで合うはずだろう合うならあるはずだというようなことになります。なのでこの自分がいない側の枝いない側の枝 のちょっと色をつけたところこれを集約して並べたものをマークルパスって言います、はいでえっと。ビットコインにおけるマークルートということで、えー、っと今ようにハッシュハッシュハッシュという形で入っていますから、えーまあ、ブロックデータヘッダーとトランザクションに分かれていましたトランザクション途中で、えー、入れ替えられたとしても、えー 1その一個ずつのトランザクションのハッシュとして集約されたものが入っているからそれ検知が可能です。それからえーっとプルフォーブワークの一部としてと,いうと書いてあるのは古いトラン前のブロックのブロックハッシュが入っています。その前のブロックのブロックヘッダーの中にはその前のブロックのトランザクションデータが集約されたマークルートが入っています。これつながっていきますと,いうことで 古いトランザクションの情報が新しいブロックのブロックヘッダーに影響してくるとブロックハッシュに影響してくるとことですねこれがあのプローオブワークがどんどん難しくなるてまあそういうことですね古い方から全部直さないといけないよということになりますそれから SPV ですねえー、とまあ、えー、ビットコインのフルノードじゃなくてデータを一部だけ持って えー、関連する情報だけ持つっていうタイプなんですけど、えー、自分の関連するところ以外はブロックのヘッダーのみを持てばいいじゃんみたいになってますで自分の管理しないといけないトランザクションは、えー、マークルパスを使ってちゃんとそこに入ってるよねみたいなことをしますはいで、えー、続いて じゃあトランザクションのことを少しお話ししていきたいと思います。えー、とだ大丈夫ですかね？こうバーってきちゃいましたけど。はい、えー。トランザクションは、えー、最初にお話ししたブロックの中では、えー、ブロックの後半にトランザクション、えー、一つずつのまあ配列みたいな感じで並んでいます。で、えー、一つず一つのトランザクションがどうなっているかっていうことです。 一つのトランザクションに着目してみればそのトランザクションのバージョンナンバー今1固定ですそれからトランザクションにはインプットとアウトプットがありますでインプットの数と具体的なそのインプットのリストそれからアウトプットの数とアウトプットのリストそれからロックタイムというのが情報がありますえそうですね はいえー、とちょっと先にアウトプット来ちゃいましたけど、まあえー、とアウトプットじゃあアウトプットはどうなってるかっていうと、えー、送金額それから、えーえー、とロッキングスクリプトのサイズそれから、えー、ロッキングスクリプトということになります。えーえー、と要するに、えー、誰においくら渡しますかというのが、えー、入っているということになります。 えとまあ、ビットコインは、えー、と1億分の1まで、えー、砕いて細かく見れますということなのでその単位ですね11サトシの、えー、サトシの単位で入りますとそういうわけでちょっと桁が大きくて8倍とありますと、えー、それから、えー、っとロッキングスクリプトですね、えー、スクリプトについてはこの後ジョン・ユニューベリーさんがまたお話ししてくれますけれども、えー、とどういう条件を満たせば この、えー、送られたお金を改めて次使いますよというような条件になります。はい、で、えー、インプットですね、前後しましたけど、インプットは、えー、今から使うお金のことを書いています。ここが、えーっとですね、まだお話ししてないですけど、UTXA のポインターってなりますと。えーっと 前はどこでもらったんだそのお金ってことです、えー、とこのトランザクション前にもらったはずのこのトランザクションのこのアウトプットの何番目というような形で入っていますでそれとロアンロッキングスクリプトですね、えー、じゃあ俺は今からこれ使うんだということで、えー、とイメージとしてはじゃあ俺は鍵を持ってるこれ使う権利があるっていうのをまあ示すということですね ロッキングスクリプトに対してアンロッキングスクリプトってことですね、えー、ロックして渡されたものをアンロックして使うというようなイメージだと思ってください、はい、であと,、えー、とシーケンス、えー、っていうのがあります、えーとまあ、シーケンスは、まあ、普通は大体 FFFF FF って入ってます、えー、でもまあちょっと今後はまた使う場面とかもありそうってことでどういうふうに使っていくっていうのが、まあ、VIP68 とか112というところに書いてあります えとトランザクションの手数料というのを聞かれたことあるかなと思います。えー、とトランザクションはインプットとアウトプットに分かれてて、えー、とインプットは、えー、そのもう一個前のトランザクション自分が使うトランザクションを指してますと。でアウトプットは今から渡す相手と額が書いてあります。えー、なので、えーと でしょう自動的にはバランスしないんですよね。えー、で、えー、手数料っていうのは、えー、インプットの合計からアウトプットの合計を引いたもんだよっていう形で、えー、決められます、えー。この画面の例で言えば、えー、TX2 の方は、えー、インプットとしてトランザクションの1の、えー、1番目からお金使いますと。 えー、合計ですね、まあ、1個しかないけど、まあ、インプット1,000ですよと。で、えー、アウトプットは、えーっとまあ、500と498ですと、まあ例えばしますそうすると、えー、差額の2がまあ手数料です。で、えー、っとこれ何で2つあるかというと、えー、まあ普通払うよねと払って、えー、その中に、えー、お釣りとして明示的に指定しないと いかんですということになっています。と、えー、ですね。えー、とまあお釣りの概念がですね、こう,こう一緒にこうトランザクション手数料のものなですけど、まあよく覚えておいていただきたいと思います。えー、と例えばこうですね。 このトランザクションの、えー、とこの例で言うと TX2 が TX1 の1番を使うわけですけどこの線書いてるこの線を、えー、とその一部を使うっていうのは基本的にできないと、えー、一旦全部使うんですと、えー、このイメージが、えー、となかなか最初のうちはできないかなと思います何、えー、だろう、えーまあ、貯金箱素焼きの例えば 割らないと使えない貯金箱みたいなイメージですよね。一旦割って全部出し合わないといけないんですと。でその中から支払う分、えー、自分がもう一回戻す分、それから手数料というふうに分けます。えー、なので、まあえー、こういう形で支払いの分、お釣りの分、えー、手数料の分と。えー、あとですね、えーっと、いろんなところでこうト,トランザクションのドキュメントを読んだりするんですけど、まあ、英語でドキュメントが書いてあるときに、 えとまあ、そう言われてみればそうなんだけどお釣りってチェンジなんですよ。で結構あの日本語のドキュメントをするときにチェンジってお釣りじゃなくてなんか変更するアドレスみたいになってなんか何,何を書いてるかよく分かんないってなる時もあります。えっ、ー、とチェンジお釣りですので <laughs> 覚えておいてください。はい、それからえー、っとですね UTXO、さっきあの説明もしないで使いましたけど、えー、未使用のトランザクションアウトプットのことを UTXO と言います。アンスペンド、えー、トランザクションアウトプットですね。えー、まだ使われてないよということですね。えー、さっきの、A A、トランザクションのイメージにもう一個、えー、つけてみました、えー。違い見てみると、えーと 水色の斜めの矢印がありますよね。これ使いましたと赤いのを書きましたと。でもう一回使ったとすると、えー、それも、えーまあ、使いましたというふうに印がつくわけですよね。で、トランザクションのアウトプットって書いています。アウトプットはあのチェンジで移り戻した方ってまだ使ってないですよね。えー、それから、まあ、新しく支払えた方も、まあえー、まだ使ってないです。まあ、これを新しく使ったかもしれないけど、まあ、ここまでしかトランザクションがなければ。 えーこの DDD に渡したのと CCC ダッシュのなってまあ使われてないですとえ使われてないやつのことを VTXO っ言いますえですね結局使われてないやつだけがこの後使えるわけですねえっとまあサトシの論文でももともとにあったところでえと一番大きなテーマだったえ二重支払いを 防ぐみたたいいなのあったと思いますでこれ、えー、ともう使ったやつはもう使えないんだよっていうのを毎度毎度皆さんチェックしますビットコインのフルノードも、えー、全ての、えー、UTX を持ってますから、まあ、使われてるか使われてないかを、まあチェックします、えー、SPV だと、まあ、自分の関連するやつ、えー、基本的には自分のものしか使えないから、えー、SPV だと、まあ、今まで自分が 取引したものを全部覚えているので、その中でこれはまだ使ってないはずというような形で管理していきます。はい。えー、とですね、まあ、練習問題っていうほどでもないんですけど、じゃあ、4つトランザクションあったとしましょう、4つ TX1 から TX4 まで、えー、こんな取引が続きましたとなったら、えー、あ、ごめんなさい、見えなかった。 はい手数料は、えー、とまずブロックを、ま、マイナーがブロックを作りますでブロック作る、えー、ときにさっきコインベースのトランザクションという話し,しましたけど一つ目、えー、とマイナーが自分で取るためのトランザクションが入るんですねでそこにえっ、ー、とえー、足し込みますえっ、ー、と それまあ、一つ目以外のトランザクションの、まあ、差額を全部足し込んだのを自分でもらうというトランザクションを作ります。はい、はいえー、とこの例は、えーも、もう戻りますね。この例は、まあえー、と最初のトランザクションで、えー、最初の入力がちょっと分からないけれども、えー、3つ。 アウトトプットがありますで、トランザクション2番2つあって、えー、3番目、4番目とつながっていきます。4番目はなんか2つ入力があるみたいなイメージですね。えー、よいしょ。使ったよね、使ったよね、使ったよねみたいなのここで使った、ここで使ったって書いていくと、こんなふうになりますよね、えー。赤いところはもう使っちゃったものですね。青いのが残ってるはずですよと。 で、えっ、ー、と手数料はまあそれぞれ、まあちょっとここは例なので、固定でそれぞれ2000円とかっていうふうに差額で出るでしょうと。ですねはいそうすると、えっ、ー、と早かったかな。Tx1 の1、Tx2 の1、Tx4 の0番がえっと残りましたということですね。はいでえー この4つのトランザクションだとえビットコインの動きとしては AA のところにトータル49万8000になるし BB のところは249万4000になるし CC のところはまあ特に動きが最終的にはなかったねともらって使ったからないねというような感じになります。はいえ どうしようかなだいたい 40, 40分から45分経ちましたが、そのまま続けても大丈夫ですかね。もし、トイレとかで休憩とかあれば。はいえー、とじゃあ続きましょう。えー、とアドレスについて。えー、と直前の u t x のところでもアドレスっていうふうに書きました。はい えー、アドレスって何でしょうってことですね、えー。ビットコインのアドレスっていうのは、まあそのお、そのトランザクションで送る、えー、送り先のことですよね。で、えー、っと、まあ、普通はまあ、一般の取引で言えば、まあ、受け取り人のことですよ。とで、えー、でもビットコインの中で言うと、えー受け取り、受け取れるっていうのはどういうことなの、えー、受け取るって、要するに次使えるってことなんですね。そのもらったものを。 で次使えるっていうのが、えー、といろんな、えー、標準的なパターンがあって、えー、っと鍵、公開外と秘密鍵のペアを持ってる人とか、えー、支払いのスクリプトのものとかっていうふうになりますと。で、一番代表的なものがこの2つなんですけど、えー、P2PKH とか、えー、P2WPKH とかとか えー、P2SH とか P2WSH とかっていう、えー、とのタイプごとに、えー、ちょっとずつあのロッキングスクリプトとかアンロッキングスクリプトが変わってきます。で、えー、とそこのあたり、えー、とスクリプトの、えー、こういうスクリプトみたいなものについては、えー、グレック・サンダースさんがこの後またお話をしてくれます。で、えー、とまあ 鍵とかはですね、あの前半の方でも、えー、と大曲線の話とか出てきましたけれどもその値をどうやって使える形にビットコインのアドレスとして見せるかっていうところでエンコーディングっていうのが、えー、どうしても出てきますとで、えー、今使われてるエンコーディング2種類あって、えー、ベース58チェックっていうのと、えー、ベック32っていうのが2種類あります それぞれ順にちょっとずつご説明します。はい。えー、ベース58チェックですね、えー。ベース58チェックっていうのは、えー、ともともと、えー、ずっと使うビットコインで使われているエンコーディング方式です。で、えー、まあ、ベース60円っていうのは皆さんよくご存知と思うんだけれども、えー、ほぼ同じなんですけど、えー、ゼロ大文字のを、 小文字の L 大文字の I、えー、記号プラスかなプラスとスラッシュを使ってませんえっ、ー、とまあ間違うからねってことですよね、えー、なので、えー、64文字から8 6文字引いて58ってことですでチェックの分は、えー、チェックサムを持ちますよとでえっ、ー、と まあ桁数もあって長いですから、まあ、間違えてないよねっていうのはチェックするためのコードを持ってますよってことです。はい、で、えーとまあ、この上の2つの条件でベース58チェックっていうもの自体は、えー、まあできるんだけれども、えー、とじゃあビットコインで使う時はどうするかいうことで、えー、先頭にバージョンプレフィックスコードっていうのをつけます。でえっ、ー、と と,、えー、とペイロード二つの部分から構成されています。で、それをまあまとめて、えー、このエンコーディングにかけてアドレスとするってことです。はい。えー、とバージョンプレクシックスというのは、えーと、さっき話した中だと,、えー、と P2PKH とか、えー、P2WPKH といった、あ、ナビがいいのか、P2PKH をですね、えーと、公開鍵持ってますよみたいな、あ、秘密鍵持ってますよっていう風なタイプのはゼロであります。 えー、スクリプト用ですよと5で始まりますと、はい。で、ペイロードの部分は、えー、P2PKH の場合は、えー、公開鍵を、えー、シャーニ2 5 6のハッシュをして、えー、それにさらに、えー、LIPEMD160 のハッシュをします、えー。20文字分ですよね、だから、えー、出てきますと。から、P2SH の場合は、そのスクリプトのハッシュ としてシャアニングをロッしてラビング160をつけます。はい。で、だからと P2P キャッチの場合は必ずゼロで始まってその後ろにハッシュがずらって並ぶ。ビデスキャッチの場合は五で始まってずらっとハッシュが並ぶ。でそれをとベース58チェックのエンコーディングに入れると。 A で書くとこんな感じですね。ペイロードの部分の前にバージョンビットが入って、ハッシュします。えー、とハッシュは、えー、こちらも、えー、とダブルハッシュですね。シャーニーゴロして、シャーニーゴロして。で、その最初の4バイトだけを、えー、とシャーニーゴロですから32バイトでできちゃうんです、最初の、えー、4バイトをチェックサムとして使います。はい、で、こうつないだ、えー、長いものを。えー 全体をベース58でエンコーディングします。はいえっと、具体的な例は後でちょっとお見せしますね。はい、で、えーっとまあ、ベース58チェック若干の、えー、癖があって、えー、限界というか。 ととことで言う QR コードでえー今いろんな支払いしますけれども QR コードに書くにえときに大文字小文字区別されているものですから QR コードっていろんなモードがあって数字だけ使えるとかアルファベットまで使えるとかもうバイナリで何年も書けるとかあるんですけどえと使えるこう一文字ごとの情報量が増えるとそれだけ QR コードってぐしゃってこう細かくなるんですよね。 えー、これなな何を言ってるかというと,、えー、とちょっと細かくなる QR が細かいってことは、えー、と表示する領域が通常大きめに必要になっちゃう詰め込めないってことですねちょっと残念と,、えー、とあと,、えー、と読んだりこう伝えたりするのが意外と面倒だとか、えー、それから「シャ #256 のチェックサムに二重にかけてますよね」 なんで2回必要あるんでしたっけって1回でももう十分ランダムなはずですチェックサムに使うには1回で十分なはずですとそれから特に、えー、とずれてるってことは分かるんだけど、まあ、直したりはできないんです、はい。でえっ、ー、とエラー検出は、えー、と素数のべき乗とか書いてあるんですまあ要するに4ビットとか8ビットとかそういうのに対する研究が多いんであってこれはまあちょっと置いていかれてますよね。 からベース58は、まあ、ベース64と同じように作るんですけど、えー、58文字分しかないですから一文字作るのに58で割って一、えー、文字できるまた58で割って一文字作る、えー、ちょっと面倒ですよね64とか32とかみたいにこうシフトしてこうスパッスパッスパッとマスクして出せるわけじゃないので、えー、ちょっと遅いです。はい、でそういった中で えこいつはえっ、ー、と英数字モード使えるようにしよう、えー、だ32文字でやろうってことです32文字でやるんでえっ、ー、とまあ32ビットになるあ32文字でやるんだからその分基本長くなっちゃうんですよねでもちょっとねまあでも意外とそんなに大きくならないですと でえーとまあ、大文字小文字関係ないですから、えー、伝えるときにまあミスはちょっと減るでしょうそれから、えー、とエラー検知ですねちょっと b、えー、ビビクサ3 2の名前にもなって BCH という符号化を使ったりして検知ができるようになりますとで32だから5ビットずつ取ればいいんで早いですと出ることがす。 はいえー、VEX32 というのは、えー、とさっき2つの部分に分かれていると言いましたけど VEX32 のアドレスの構造は、えー、3つに分かれます。はいえー、人が読める部分が頭の上にずらっと並んでいて、えー、ここまでというセパレーター1というのがあってでデータの部分に分かれます。データのところは、まあ、同じようにチェックソンが入ってたりします。はいで 具体的に言うと、えー、最初の部分ですね Human リーダーブルパートベッ、えー、ク32としてはまあ使っていいですよっていうのがこんだけになります記号も入ってますで何だ大文字小文字っていうとまたあれじゃんってなるんですけど、えー、とビットコインの中で使う時は大文字なら大文字だけ小文字なら小文字だけっていうふうにします。 でえー、とデータパートの部分ですね。データの部分はこの32で言ったら32文字ってこんな感じで、えー、マッピングします。えっ、ー、と、1と B と I と O を抜いてます。えっ、ー、と、これもまあ読み間違えないためですよね。で、えー BCH 符号っていうのを使います。これも、なんだろうな、電気系の人ならおなじみなのかもしれないですね。えー、i m r t s 符号の一種になります。はい。で、えー、と、5ビット、えー、と、最後の30ビットにこうチェックサモーで入れます。で、えっ、ー、とベス、普通のベース64とかどっちかって並んでないんですよね。ABCD みたいに。えー、なんでかっていうと、まあ、いろいろこう、 やった結果、えー、エラー検知率がこうするといいまあいろんなパターンがあって、えー、いろいろ試したところをまあ並べてるよりもこっちの方がいいということになっているはいでえっ、ー、とビットコインの世界の中これ、えー、とベ三32っていうのは、まあ、セグイットこの後はお話ししますけどセグイットで使うときに使いましょうっていう、えー、アドレスフォーマットですで、えー メインネットでは BC ですしテストネットでは TB、えー、レグテストですねローカル環境で使うときは BCRT みたいになります、はいでえー、データパートはこれもまあ使い方の規約なだけなので、まあ、ウィットネスバージョンのところに0が入って P2WPKH なら8160ですと、えー、P2WSH だとウィットネスプログラムのシャアにごンになりますこれ二重じゃないよということです はい、えー、っとあごめんなさいハッシュ1 6 0って書いてあるのはあのえー、っと英語の方に出てるあのシャーニゴロをライペム2160するってことですあだからえー、っと従前の P2P ケッチと変わってないですねはい、えー、具体的に言うといろ,いろいろつけましたが BC のところが9番ーーリーダーブルパート1がセパレーターで 後ろ下線を引いたオレンジの部分がデータパートになりますで、えー、とデーータパートのところはウィットネスバージョンと、えー、ウィットネスプログラム部分とチェックサムになるんですけどトンベック30にかけてるのでウィットネスバージョン0で始まる必ず0って言いましたそれを、えー、やると0のところが 9, 9から始まるみたいになりますね。 はいでえー、とこれ、えーと、いろんな実装があるんですけれども、えー、リファレンスインプリメンテーション、各言語別に、えー、ありますで、えーと。ここは意外と日本の人たちも頑張ってくれていて、えー、と今日も来ていただいてるんですけど、Ruby はアズさんが作ってくださってますと、はい、それから、えー、と o 言語のバージョンは、えー、とこの後話をする DigiLab の,の中川君が作っているものです、はいえー。ぜひ見てみてください。 はいでえー、具体的なアドレスの例ですね、130、えー、には今見せた通りなんですけど、えー、とベース58チェックの方ですね、えー、パブキーハッシュの方だと、えー、1で始まります、17ブ z ーゼトみたいになりますけど、えー、それから、えー、P2SH に送るときは、えー、最初の バイトが05になるんですけどそれをエンコードすると3で始まりますとで 3EK こってなります、えー、これ結構あの直接見ていてっていうか、あのー、もう1で始まってるこのフォーマットだから P2PKH ね3で始まってから PKSH ねっていう感じですで、えー、BC1 で始まってるから、えー、も,うもうこれセグイット用に使いたいんだとふさけのトランザクションをセグイットの形にしたいんだと な感じで,すはい、で、えっ、ー、と、まあ、アドレス、これで最後のスライドになるんですけど、えー、アドレスリユース、アドレスの再利用ですね。これはあのやっちゃいけないよと、できちゃうんだけど、やんない方がいいよと。えー、な何かというと、複数のトランザクションで同一のアドレスを使い回すこと。 えだろうな銀行の口座みたいに思い込んでそこのアドレスで全部やればいいじゃんみたいなことをするのはあんまりよくないですよとす、えー、そ同じアドレスの中からず,ずっと、えー、出したり入れたりするのはやめた方がいいですよとん、えー、でか、えー、プライバシー上の問題と,、えー、と同じアドレスを使い回してると、えー、まあネットワーク見てる人から見れば、えー、またここに入ってるまたここに入ってるて分かるわけですよね。 えー、それを繰り返していると、まあ、自分だけじゃなくってこいつこのアドレスのこいつはお前だなと分かるとそこからお金が出ている先の、えー、別な人の人もトレースできちゃうことになりますだから他人まで巻き込んじゃうのであまり良くないですね、えー、それから、えーとまあ、二重支払いのリスクが、まあ、増えるようです、えー とまあ、こ,こ,このリンクのところにたどってもらうともうちょっと詳細に書いてますけど、えーとまあ、同じアドレスに入るってことは、えー、同じキーを何度も何度も使うことになります。そういう中で、えー、二重支払いのリスクが増えてくるんです。それから、えー、と偶発的な損失って書いてますけど、えーとまあ、基本的にこうあんまり何度も何度も使うってことはないので。えー 同じ鍵を使ってるとそのもし鍵がなくなったらです、ねえー、と俺いつもここ使ってるよなんて言ってていやいやそれはいかんことだったと思って、えー、使うのやめます使うのやめますってことは、まあ、そこから先のアドレス、えー、ともうそこからどっかへ動かしたらもう,使う本,本来その鍵いらなくなりますよね。で、えー、とそれは自分でその鍵はもういらないって認識することもあれば。 例えば何らかの事故でそのアドレスの鍵はもうないよっ使っちゃったところだからもう大丈夫なはずだって言ってもう鍵がなくなってしまった時にそこにお金入れちゃったらもう,もう鍵がないと使えないですよねそういうのがまあブラックホールの話ですもう使えないアドレスですよね <laughs> えそれからえとまあ何度も見たいますけど、えー、と銀行の口座じゃないんで、えー、そこなんかけが分からなくなりますからえ 同じアドレスに使ってると,、えー、とトランザクションを作るときに、えー、どの UTX を選べばいいかなというのを、まあ、各ウォレットが考えるわけですけど、えーまあ、アドレスごとにまとめて使ってあげた方がいいはずだというような、えー、ロジックになったりとかもしますそうすると,、えー、とインプットがむ駄に数が増えることがあるんですね そうすると,、えー、とビットコインのトランザクションの手数量は、えー、さっき差額で決まると言いましたけどそ,その差額を調整するために大体、えー、トランザクションの大きさに比例してこ,こ,こ,のこのトランザクションの大きさだったら、まあ、このぐらいの手数量というふうに決めますので、えー、インプットとかが多くなれば多くなるほど全体のトランザクションが大きくなって引いては手数量が高くなっちゃうよというようなことですね。はい えとアドレスについてこここままでになりますこれでまあえと基本的なデータ構造の一通りということになります。で、ここからあのセグイットのお話をします。セグイットっていうのはえとまあ去年の8月にいろいろありましたけれどもアクティベートされたものですね。セグレゲーテッドウェットネスってまって、要するにちょっとデータ構造変わるんですけど、 いろんな問題が解決されます、はいえー。一番大きなもの、トランザクションマリアビリティの防止ですね。はいえーとまあ、マリアリビリティの問題というのは、えー、トランザクション ID が、えー、変わっちゃう問題なんですけど、あと同じこ,うこの UTXO からこの パブキーハッシュやみたいなトランザクションを作っているのに、えー、とその同じ効果のものが、えー、と2種類のトランザクション ID で表せちゃうなことがあります、えー、どういうことかっていうと,、まあえー、と悪意の人がいたら、えー、差し替えて作っちゃったりできるってことですよね、えー、それで、えー、と二重支払いの問題みたいなのがやっぱり起きるわけです えとまあ、ちょっともう昔の話になりますけど、えー、とマウントボックスの,の、えー、資金流出が出た時の、まあえー、一つの原因全部じゃないけど一つの原因として、えー、自分の出したトランザクションが支払い終わってるんだけど途中でマリアビリティの問題があって、えー、とこのトランザクション ID あダメだったねと思ってもう一回そこのアドレスにまあ送り直すみたいなことが起きちゃうとかですね。えー あとは、えっと一旦もらったのに、資金をもらって即使うみたいなことをやってたときに、悪意のある人がまたマリアビリティを利用して、最初のワンステップの最初のステップの入金をなかったことにえするような形ですね。で、えっと、なかったことにすることで、次のステップの支払いを無効にするような形ですね。 ごめ、えー、んなさい、長々言いましたが、署名データ、えー、がついているのをトランザクション、えーとな、署名データもトランザクションハッシュの一部になっていたので、えー、そういうことが起きました。で、えー、そのアンロッキングスクリプトに入っている署名データを別の領域に移しましょうということですね。はい、なので、えーとえー、トランザクション ID がきちっともう、 確定しますマリアビリの問題が起きなくなりますというと,ます、はいでえー、と署名データの送信のオプションか2番目ですね。えー、これな何かっていうと、トランザクション ID が、まあえー、署名の部分なくても確定しますので、えーとまあ、トランザクション何入ってるっていうのを確認したい SPB クライアントなんかの場合は、えー、とですね。 1>, えと1回1回にこう確認しないといけない量が減ることになるんですね。えー、そうすると SPB の場合はえと自分の関連するブロックが欲しいんだけどえと自分がこれが欲しいってやるとえ監視されてたりするとこの人はこれとかこれとかこれとか見たいんだなっていうのがバレちゃう。バレちゃうので SPB って普通はこれが欲しいっていうブロックを取りたい時に。 これがが入ってそうなブロックが欲しいってやるんですねのいくつかのブロックの候補があって割って落ちてくるんですけど、えー、それを、えー、例えばこれが欲しいよりはこれかこれかこれかが欲しいみたいにした方がボケ、えー、るからプライバシー確保できるんですけど取ってくるものが量が減るからこれとこれとこれとあれもそれも欲しいってできるわけですねそうすると、えー、よりプライバシーの向上する可能性がありますこれはま実装次第です。はい えとそれから、えーっとまあ、トランザクションデータの一部が、えー、要するに署名のところが、えー、別のところに移ります。で今のプロトコルでは、えー、入ってないてことなんで、えー、っと一部の制約を、えー、っとなんて言うんだろう、えー、回避って書きましたけど、えーまあ、まあ見直すことができるようになった。 ですねまあ、これがあのスケーリングの話のところで、えー、とブロックにトランザクションをたくさん詰めるじゃないかというところにつながります。はい、えっ、ー、とですね、マリアビリティの話はまあさっきちょっと話したところですね、えーとまあ、署名されていれば、えー、予期せぬトランザクションマリアビリティの発言を防止することができますと,と、あと,、えー、と署名 自体ですね、え自、ー、体にもリアビリティの問題があったりす,、えー、とするんですけれども、まあ、それも、えー、とアンロッキングスクリプトのとこからなくなるので、えー、これも防止することができますと。で、えーと、トランザクション ID がまあ先にきちっと決めることができるんですね。署名しなく,、えー、と署名しなくてもできるということになりますと、えーと。それは、えー、ですね。 まだ出してないなトランザクションを複数作っていくっていうことができますとでそれまあ未確認トランザクションの依存のチェーンみたいな言い方をするんですけどこれが、えっと、オフチェーンで、えー、やるですねライトニングとか、えー、ですねこうなんだろスマートコントラクトみたいなところにつながっていきます、えー、なんかファンドを作っといてみたいなのをやるんだけど最終的に後で上書きし直すみたいなことができるようになります はい、えー、これ、同じことですね、えーとえー、トラストフリーっていうのは、まあ、えーとまあ、第三者機関みたいな子がいるわけじゃなくて、えー、自分たちだけで、当,当事者だけで、えー、そのトランザクションのチェーンを、まだ出してないトランザクションのチェーンを作ることができますと。 でえーとまあ、バイパスされる制約って具体的に何なのっていうところですね。えー、とフィットネスっていってのもまあまあ署名の情報が入っていくところですで、えーと。その分が節約できるのでブロックサイズが拡張できる。えー、と実質的なブロックサイズが拡張できる、えーとですねえーと。それからそれに合わせて SIGWORPS、えー、っていうのは、まあえーとまあ、署名検証とか ちょっと負荷の高い、えー、だからこそ、えー、ブロックにいくつまでみたいな、えー、と制限があるんですけど、そういつもまあ見直すことができますとか、えーと。最大データプッシュサイズというのはトランザクションの大きさの中での都合です。はい、あと、これは大きいんですけど、えーと、新しいスクリプトシステムを、えー、今とは影響ないところで導入することができます。はい、えー とまあ、今は VIP141 の話をしていますけど143とかにもえこんなふうにやればいいんじゃないのっていうのがえ記載されたりとかしますと、はい。じゃあえと具体的にえとトランザクションどんなふうに変わるのかということをですね見ていきたいと思います。えー、とバージョンの次にえーとマーカーとフラグっていうのが1バイトずつ入ります。 はいえー、とマーカーが0で、えー、とフラグが01ですね、今は。えー、で、後ろの方に、えー、スクリプトウィットネスということで、えー、ウィットネスをシリアル化したものっていうのが入ります。えっ、ー、と、えー、ですね、えー、スクリプトウィットネスっていうのは、えー、トランザクションの、えーそ、そもそもがトランザクションインプットの え署名とかの部分アンロッキングの部分を外そうとするのでこれ同じ数になりますと同じ数になるのでインプットとかアウトプットみたいに数いらなくなりますはいでえっ、ー、とあとはまあ1トランザクションインプットの0番目に対応するスクリプトウィットネスの、えー、は0番目だよというのはまあ一応決めにしますとうですねでえっ、ー、とそれぞれのウィットネスは えとその中にデータがいくつ入ってるのということと、えーまあ、その具体的なデータが入りますよということですね、はいえー、っとさっきの、えー、っとスクリプトの長さとかが自由になるよというのは、まあ、この辺のこう,こういう構造に、まあ、間接的にしていくので、えー、元,の元の制限は、えー、影響しなくなるよということですはいでえー、っと トランザクション ID に対して、えー、ウィットネストランザクション ID というのをまあ定義しましょうと。はい。えっ、ー、と、まあ、元のが、えー、従来のア約フォーマットの二重シャーニング。新しいのは、えーと、ウィットネスも含めてやりましょうと。うですね。で、えー、ウィットネスの方も、えー、マークルツリーを作りましょうというのが、えー、コミットメントになります。 でえー、とまたここでコインベースのトランザクションが出てくるんですけど、えー、コインベースのトランザクションに、えーとえー、今お話をしたこ,こですね下の方のイィットネス込みの ID のマークルートを作って計算して入れましょうとでこれを、えー、とコインベースのスクリプトパブキーに入れましょうとですね えとまあ、もし、あの一番何番目で入れてないので、えー、もしもパターンに位置するのがいくつか出てくる、たまたまそういうのを作っちゃったってなるなら、一インデックスで一番大きいものをそれに覆いますよと,と,です、ねえー、と。で、す、え、べ、ー、てのトランザクションがウィットネスデータがなければ、えー、と組み止めとなくても、もちろんいいですよね。 まあソフトフォークみたいな形で入ったわけですけど、えーとまあ、コミットトメントあ違うなウィットネスが入っている形の WTXID のマークルートをどこに格納するか、ここに格納することができるじゃんという気づきが、えー、ソフトフォークをまあ実現させる、えー、肝になったとっいうか、ポイントになったはずです。はい でえー、とコミットメントは、えーと、スクリプトパブキーに、ポ、えー、ップリターンという、これ何もしないみたいな、えー、スクリプトコードですけど、まあで、情報だけちょっと入るようなコードです。そこに突っ込もうということですね。でえー、と36バイトですね。オップリターンのパラメータとしては36バイト詰めようと。えー、と4バイトのヘッダーに、えー、とコミットメントの発集ですね。これはあの マークルートと、あと、なんか、リザーブデータっていうのを、まあ、足します,とことです。これは、まあ、後から拡張できるために、こういう、共有されているんです。で、えっ、ー、と、まあ、ここでもコミットメントヘッダーって変な数字出てるんですけど、これはランダムだそうです。本当に。なんでランダムかっていうと、えっ、ー、と。まあ。コインベースのトランザクションは、マイナーさんが作るので、その時に、まあ、変にぶつかんないようにというのが。えー、意図。のようです。はい。 で、ウ、え、ィ、ー、ットネスプログラムって書いてるところですね。えー、と1バイトの、えー、プッシュと、えー、後ろに続く、えー、2バイトから40バイトのデータですね。えー、リディングスクリプトとかに当たるところですけど、ウ、え、ィ、ー、ットネスプログラムっていうところがこういう構成を取ります。えー、と、 これ何言ってるかっていうと、まあ、バージョンのところ0、えー、で始まるのが今の、えー、セグイットのための、えー、使い方。セグイットのための使い方は0、まあ、で始まって、後ろは20だったら P2WPKH だと。0で,で始まって32だったら P2SH、PWSH ですと。それ以外は今認めないということですね。かたや、えー、っと、バージョンバイトを0以外にしたら、えー 今はまだルールがないですよということです。は拡張用です。はい。で、えっ、ー、と、まあ、拡張用って言ってるのは、まあ、今はこういうルールで、えっ、ー、と、P2PKH みたいなものと P2SH みたいなものを同じように作れるんだけど、全然新しいことをするってことができるということですね。 えと前半でちょっとお話しした新しいスクリプトシステムっていったところですね。はい、ごめんなさいでブロックサイズブロックサイズが、えー、と結構注目セグイと入るとき注目されてたと思います。で、えー、とこれ緩和されましたということで今までは具体的に、ね、そもそも本当にブロックサイズ、えー、と先頭から最後までのサイズとしてやってたんですけどブロックウェイトっていう、えー、のを導入してそれが今までのブロックサイズと同じところにあるよ。 とというイメージで計算すると、はい、でこれはベースサイズの3倍とトータルサイズですと。ベースサイズはまあ今までのサイズですとで。トータルサイズは、えー、ウィットネスデータを含めた、えー、サイズですよということですね。えー、っとだから、まあ、4, 4倍になってるわけじゃなくてちょっとだけ増えてるんですね。ちょっとだけ増えてるんだけど、えー、そもそも数え方が変わってるので、えー、たくさん詰め込めるようになってるよねということです。えー、っと こっちのベースサイズの方のファクターの方が強いからたくさん詰めてるはずです。はい、で、えっ、ー、と、まあこれ一つの値で今までのブロックサイズに変えてみることになっています。2、えー、つに分けると,、えー、と結構アンバランスなことができたりとかして、えー、負担がかかったり、刺激的な動きができたりとか、えー、するかもねっていうことで、えーと、今までの、えー、とベ,ーベースサイズ、ベース ベースサイズで計算している人たちと同じようにできるように1個の値で制限をかけます。はい。で、えー、とブロックサイズ、じゃあ実際どうなの変わってきたのっていうので、えーと、これ平均サイズなんですけど、えーとまあ、赤の縦線がセビット有効になったときですね。で、えー、と横上の方に点々点ってなっているところがまあ1メガのサイズです。1メガを超えてる、平均で1メガを超えてるってことは、まあ、 そこではもうすごく大きなブロックができたんだねっていうのが分かると思います。そこそこ、えー、できているなという感じですね。はい、もちろんそもそものトランザクションが少なければ、えー、とブロックに詰め込めるトランザクション数が少なくなって全体としては小さいみたいなこともまあよくあるよねということです。はい、であとは、えー、SIGOOPs さっきちらっと言いましたけど結構負荷の大きい形、えー 計算が必要になるものです。これは、えーとまあ、読み直しをしました4倍っていうのはもともとと同じと思うんだけど、えーとまあ、入る場所が違ったのでもう一回評価し直しましたよって感じですね。はい、でこれはもう、えー、とこういう貸し方をして8万今までは、えー、と上の方のやつだけがあって2万になってると思います。 はい、あと、えー、と最後、えー、と新しいスクリプトシステムというのが、まあ、バージョンのところが、えー、とゼロしか決めてませんよという形なんで、えーそのえー、他のは n 1ンキャンプスペンドっというのは、まあまあ、有効だけど、よく分かんないなみたいな感じです。はいでえー、となので、まあ、そこに新しいのを導入することができるじゃないということですね、はいでえーと。この前のところで説明があったシノア・うん 署名を使うとかランポート署名を導入するとかあと,、えー、と去年の BS2 とかでちょっとお話があった、えー、マークル中小化構文を使ってみるとかそういうこともできるんじゃないということですはい、えー、あとですねセグイットってソフトフォークでした、えー、ソフトフォークのいいところは、えー、旧のソフトが切り捨てられないことですね、まあ、動作には制限が出ますよと。 でも、えー、とアップグレードしてなくても、えー、と受け取ることはできるでしょう、えー。それから従来の使い方はできるでしょう。頑張ればネイティブみたいなもので出すこともまあ一応できるでしょう。はい、で,でも、えーと、新しいタイプのセ,セグイットのトランザクションを検証するというのはちょっとさすがにできませんということですね。まあ、ここは注意が必要です。 はいえー、とぶわっと説明しましたけれども、えー、と今、説明したことは、えー、大体この VIP とビットコインウィキーデベロッパーガイドに大体書いてあります。はい、えー、以上になります。駆け足でしたけれども、どうもありがとうございました。